ある幸福、山川雅夫作。私たちの年って蛇ととっても相性がいいんですって。とそろそろ現役からの引退を噂されているプロ野球選手の夫人が言った。あら本当？お宅は何？それがうちの主人は鳥なの。うちは羊。そうか、わかったわ。だから私のとこなかなかうだつが上がらないのね。と昔から同家役が好きだった一人がいい。わざとのような大きなため息を吐いた。ほんと、私よく年回りを調べてから結婚すりゃよかった。損しちゃったわ。ひとしきり明るく華やいだ笑い声が起こった。その日、久しぶりでのお正月のクラス会は、まるで彼女たちを昔の女子高校生の頃に送り返したようで、会場の中華料理店の一室には、彼女たちの甲高く子供っぽい笑い声が絶えなかった。だがそれほど無心に話し合い、笑い合えるだけ、彼女たちは実は年齢を取ったのかもしれなかった。高校を卒業して10年、同級生の中には小学校4年生の母さえいる。そしてその間の生活の幸不幸、あるいは運不運がそれぞれの服装や持ち物にすでに歴然と現れ始めているのだった。ねえ、お宅のご主人の干支は何？うちは蛇よ。聞かれて上品な黒のスーツに豪華な真珠のネックレスをつけた一人が答えた。彼女の夫は花形の青年実業家で、この夫婦はよく婦人雑誌のグラビアを飾ったりもしている。その服装といい、落ち着いたタバコのふかしぶりといい、すべては彼女がクラスの中では最も幸福な一人なのを語っていた。やっぱりね、とプロ野球選手の夫人が半ば羨むような、半ば追従するような小金で言った。やっぱり蛇と私たちの年とは相性がいいのよね。すごくご幸福そうだわ。だがすると青年実業家夫人はゆっくりとタバコの灰を落としながら笑いかけた。ありがとう。でも私の聞いた話では相性は別として、家に一匹蛇がいるってことがいいんだ。運を呼ぶんだって言うわよ。まあそう。もちろんそんなのは迷信だって笑う人もいるけど、でも迷信だってなんだっておかげで幸福になれるのなら利用した方が得でしょ。で、私それを信じてるの。笑顔のまま朗らかに彼女は言った。私大体人間って運がいいから幸福なんじゃなくて、幸福だから運がいいと思えるんだって気がしてるの。だからまずとにかく自分を幸福だって信じ込むことから始めなくちゃってね。あなただからそう信じられるんだわ。いいえ、家に一匹蛇がいるからよ。そして私がその話を信じているから。彼女は少し真面目な顔になった。でも本当はそんな理由付けなんて嘘でも何でも構わないのよ。ただ私、運なんて自分は運がいいんだ、いいはずだって信じ込む力が呼ぶものだって思うの。私はその蛇の話をきっとそういう自分の力の支えに使っているのね。そうね、と一人が考え込む声で言った。運って案外自分で作り出すものかもわからないわね。そうよ、そう思うべきよ。と落ち着いた笑顔に帰り、実業家夫人は言った。
第一もうご主人がいらっしゃるのに、今さら相性がどうだなんて無駄じゃないの。それより新しく運を作り出すのよ。幸い今年は蛇年でしょ。一人子供をお作りなさいよ。本当だわ。とするとプロ野球選手夫人が叫ぶように言った。私そうしようかしら。ちょうどうちの人今年からスポーツ記者になるのよ。蛇の子ができたらうちにも新しく運が巡ってくるに違いないわ。あなたのところみたいに。クラス会に時ならぬざわめきが湧き起こった。でも2月まででしょ？大変だわ。うちも作りたいけど、でももう産むのはこりごりだし。だけどそれで運がつけば、きっとボーナスも違うわ。ああ、考えちゃうな。主人に相談してみようかしら。波紋のように広がるその創造しさの中で、だが青年実業家夫人はそろそろ家の檻に入れてある一匹の蛇に餌をやらねばならぬ時刻なのを感じていた。バーの女のアパートに泊まり始め、新年にも家に帰らなかった蛇年の夫。今は彼女の運を支える一匹の蛇は、今年から家で飼い始めた本物のその青大将の他にはないのだった。しかし彼女は家に一匹の蛇のいることが運を呼ぶというその話に未だに取りすがり、それだけを固く信じていた。そしてその確信が同じ笑顔のままタバコをくゆらせている彼女に、元の旧友たちの中で相変わらず最も幸福な一人の顔を与えていた。